ナイトゲームスをリクエストいただいたんで、解説していきます。まあ、順番にやっていきます。ということでまずさっきやったのがイントロなんですけど、まあこれ普通にもうイントロは本当はギターはこれだけでいいんですけど、まあ一応あのキーボードが弾いてるところも弾くとしたら、まあストリングスみたいな音なんですけど、まあこんな感じで別にいろんなとこで、こうか、これでいろんなとこで弾けると思うんですけど、まあ僕はここで書いたんで、まあタブを見といてくださいということで、まあ。これの2回繰り返すような感じです。じゃあまあ A メロです。別に特に解説もないです。まあ全部パワーコードでいいと思うんですけど、コード進行的には E マイナーを4小節、Bマイナー5小節、5小節いって、まあ、3、4、1、2、3、4、2小節ずつ、まあこれだけのことなんですけど、E マイナーで D で C へ行って B へ行く、まあ、全体の流れは E マイナー D C B あるいは G D E C B かな、まあそんな流れが、B メロが、まあ別にコード的には3、4、3、4、3、4、4、ただこれだけなんですけど、もうみんな1小節に1回ずつ鳴らしてくるような感じで、別にまあ日本ギターがいるなら1本はまあこう、まあこんなんでいいと思うんですけど、で最後の B が来て、だんだんここだけ一応入れましたということで、まあ5弦の2、0、6弦3、2、これで E マイナーへ行く。E マイナー2小節で D を2小節、で C を2小節で B を 2小節で、1小節は流して2小節目は普通に8分で、で次は D。
まず G のところでなんか音的にバックに、で聞こえてるような気もするんで変えときましたけど、これ全体的にもこう聞こえるところもあって、キーボードが弾いてるんかなんか分かりませんけど、まず G を弾いて、でこの5弦と4弦の5を7へスライドして戻す。で D のパワーコードで、この4弦3弦の7から9へスライドして戻す。こんな感じです。で C。で B へ行って、今度はこの5弦の2で0で6弦の3へ流れるラインで、これで Em のギターソロへ行きます。ここからギターソロが、っていう流れで、まあこれが3弦の14チョーキングで2弦の15、これを 1,2,3,4,5 回ぐらいやるのかな、4回ね、4回やって5回目がで行ってから1弦12で2弦の15をチョーキング、2回チョーキングして3回目でチョークダウンして12で、もう1回15チョーキング、でもう1回15チョーキングで1弦の12 15 12、で15チョーキング、チョークダウンで12で15をもう3回チョーキングか、で17を4、1拍ずつ、次は半拍ずつで、こっからキーボードが、全体的にはこう書いといたんですが、こういう感じの音使いで聞こえてくるのはこの1弦と2弦のだけなんで、これを弾いたらいいと思います。1弦7と2弦8、1弦5と2弦7、1�弦3、2弦5、これをコードで弾きたい人はまあ3弦も入れて、3弦の9と7と5を入れていく感じで、まあ2弦だけで、1弦2弦だけで2回やったら、今度はそれを1つずらす感じで、1弦10、あ、1弦8と2弦10で、7と8、5と7で、またさっきの一番最初ので、あとはまたずっと繰り返してって、最後のサビのあたりでちょっとギターソロが入ってくるということで、結構割と長く続いてたんですけども、聞こえにくいんで取れないんで、3つだけフレーズを一応多分こんな感じでいいのでやりました。ずっと、タラララララの B のところで、この B のところでフレーズが入ります。これ最初がみたいな、
ちょっとバックにリズムないんで分かりにくいんですけど、まあ3弦の14と2弦の15、これをこのフレーズを 1,2,3,4,5 回やって、で6回目が6回目弾いたら今度2弦の15を伸ばします、チョーキングで。で3弦の14チョークダウンが、でもう1回で4弦の142回みたいな感じです。実際にちょっと聞こえにくいんで、で次 F と書いたんですけど、またもう一回こう B のところで、今度はいきます、1弦の15と122弦の15と12、これをチョーキングしながら、チョーキングして上で止める感じで、で、3弦14チョーキングして下ろしたところで弾いて12、4弦14、12、5弦が14、12、10で G へ流れていく。3回目の、G って書いたところ、この B のところで、3弦14チョーキングで2弦の12、15、これを2回で15をチョーキングで、今度1弦の12、15、12で2弦の15、これも2回で1弦12、2弦15、12、3弦15、こうや。これでも間違ったかな、まあいいわ2弦の12、3弦15、14、12、4弦の14、こうやったかも。まあこんな感じです、どっちでもいいと思います。こういくか、どっちでもいいと思うんで、デモでは僕間違えて、こう譜面ではこうこの15って書きましたけど14弾いてるかも。まあ細かいことなんで気にしないように。っていうことで、以上になります。